卓球世界選手権団体戦第9日24日韓国釜山女子決勝で日本は2-3で中国に敗れ5大会連続の銀メダルだった日本は1971年大会以来53年ぶりの世界一をかけ張本美和木下グループ早田ひな日本生命平野美宇木下グループのパリ五輪代表3人を起用 第2試合で早田、第3試合で平野が白星を上げ、頂点に王手をかけたが、第4、5試合を落とした。中国は6連覇を飾った。早田が大一番でエースの輝きを放った。張本美が敗れた後の第2試合、過去7戦全敗だった東京五輪女王の陳夢を3対1で破り、流れを一変させた。自分一人だけで勝てたわけじゃなくて、 本当にいろんな方に支えていただいた。伊藤、美馬にもアドバイスしてもらったりとか、いろんな方のサポートがあって一つの壁を越えることができた、と胸を張った。続く平野の勝利で世界一に王手をかけた。第4試合は自身が孫とのエース対決に0対3で敗戦。第5試合の長本美も敗れて53年ぶりの金メダルには届かなかったが、ここまで競った試合ができたことは、 自分たちの成長かなと思います。と手応えはつかんだ。ここから中国に対してより厳しい戦いが続くとは思うんですけど、最後団体としてまた違う壁を越えられるように頑張りたい。と、パリ五輪での雪辱を見据えた。